皆さん、明けましておめでとうございます。あと、お久しぶりです。シャチです。全然投稿してなかったな、マリサだぜ。本日は、まあなんと言いますか、私が PC にハマり始めたきっかけでもある、とある企画をやりたいなと。とある企画とか言ってもタイトルとサムネでわかってるだろ。今回の企画はズバリ、格安で PC を買って遊ぼう。おお。って、こんな動画、いくらでも YouTube に上がってるのぜ。だからこそ、やってみたかったんですよね。ところで、なんでこの企画が PC にハマったきっかけなんだ？初めて動画を見た時に衝撃を受けたのは、やっぱり値段ですよね。PC って安くても10万とかはするものだと思っていたので、こんなに安く買えるものなんだなと。なるほどな。某ハードオフ巡り系 YouTuber の方の動画でしたね。それ以上言うなよ。実は前からジャンクいじりはしていて、1台壊れてしまったので代わりに買ったという事実は置いときます。それでは、開封できたので中身を見ていきましょう。と言っても、本体と納品書だけですね。今回購入したのは、こちらです。新パッド。まさか例の動画をパクろうとしているわけではないよな。もちろん、私がシンクパッドに憧れていただけですよ。やっぱりレノボの PC っていいよね。やれやれだ。この子の名前はシンクパッド X270。ヤフオクにてジャンク、2000円ちょっとで落札しました。2017年発売モデルのようだな。シンクパッドは、1992年に IBM によって開発販売が開始され、2005年以降はレノボによって開発販売されているノートパソコンです。かなり歴史の長いシリーズなんだな。ちなみに、この次の X280 からはメモリの換装ができなくなってしまったみたいなので、X270 でよかったです。とりあえず、除菌シートで拭いてますが、特別汚いというわけではなく、傷が多少あるかな？程度でした。商品画像でも確認はしていましたが、キーボードはまあ普通ですね。結構テカリが目立つな。印字のハゲがないだけ、マシな方でしょう。ちなみに、第6世代コア i3 を搭載しています。少し前じゃ考えられないけど、Windows 11に非対応ということで、かなり安くなってるのか？それもあるし、普通にもう今は第14世代だからね。そうか、もう8世代も前のやつなのか。ちなみに、BIOS 画面の写真があったので、起動しないということはないと思います。それじゃあ全然おもんないな。一応お金かけてますからね。起動しないのを買うのは嫌です。起動するかしないかの部分を楽しむのがジャンカーじゃないのかよ。まあ人それぞれってことで。では、ボート類の確認をしていきましょう。左側面には、スリムチップ充電端子、USB Type-C、HDMI、USB Type-A です。USB-C がついてるのは最近の PC 感があっていいな。続いて右側面。イヤホンジャック、USB Type-A、SIM カードトレイ、SD カードスロット、LAN ポートです。さすがはシンクパッド、端子類は完璧だな。後ろには何もありません。裏にはドッキングコネクターが備わっていますね。何それ？私も初めて知りました。ところで、AC アダプターは？残念ながら付属していません。なので、ちょうど持っていた同じくレノボ製の USB-C アダプターを使用したいと思います。X270 は USB-C 給電に対応してるのか？もちろん調べてますよ。ちゃんと対応しています。ならよかった。それでは、アダプターをつなげて、電源オン。あれ？起動しないだって、どんまい。いやいや、ここで終わるわけにはいきませんよ。困った時には CMOS クリアらしいので、とりあえずやってみます。海外2期の動画によると、ここがボタン電池につながるケーブルらしいです。とりあえず抜き差しして、もう一度電源ボタンを押してみましょう。ダメか。とりあえず、もう一回電源コードつなげ直してみたら？そうだね。あれ？電源ボタン点滅してるー。電源ボタン3回点滅は、通電はしているということみたいです。じゃあなぜ起動しないのか。
ここは一旦落ち着いて、原因を考察してみましょう。考えられるのはこのあたりですかね。電源をつないで起動しないということは、バッテリー残量がないことは確定だな。おそらく、USB Type-C アダプターが合っていないのだと思います。なんで、レノボ製なのに？というのもですね、型番プラス AC アダプターで調べて出てくるのが、これなんですよね。ほう。電圧と電流に注目してもらいたいのですが、こちらは 20V2.25A で 45W の充電器になっていますよね。そうだな。対して、今使っているものはこれ。ここの部分に注目してもらいたいのですが、先ほどの 20V2.25A という組み合わせはありませんよね。ないな。確か、表示されているどれかの組み合わせを出力するという仕様だった気がするので、これが原因なんじゃないかと。そういうことか。あと、ヤフオクの商品画像では USB-C のアダプターではなく、普通の電源アダプターを使用していたので、ほぼ確定でこれかと。となるとスリムチップコネクターの電源アダプター買うしかねえよなぁ。仕方ないですよ。起動しないことには始まらないですからね。あとついでに、搭載する用の SSD も買っておきますね。まだ動くことが確定していないのに、そんなにバンバン買っちゃって大丈夫なのだろうか。それじゃあ、各パーツが届くまで待機。どっちも届いたどう？お、それが例の電源アダプターか？そうだよ、ここを見て。今度は 20V2.25A になってるな。これで動くといいなぁ。あと SSD はこちらを買いました。ネタック？聞いたことないな。それもそのはず、Amazon で 120GB が1875円でした。安すぎだろ。大丈夫なのかそれ。別に超大事なデータを保存するわけではないので、コスト優先で激安品をチョイスしました。それでは早速、買ったアダプターをつなげて電源を入れてみましょうか。ちゃんと動くのか心配だな。それでは、電源オン。あれ？やっぱり普通に壊れてたんじゃないか？そんなはずじゃ。やっぱり商品画像に騙されちゃった。にしても喜び方がキモいんだよな。やりました、ついに起動です。とりあえずBIOSに入ってみましょう。お、映った。スペックについてはしっかりと商品説明通りのものでした。これで一安心だな。じゃあ SSD 取り付けちゃおう。メモリはちゃんと 4GB 1枚でした。珍しくバッファロー製だな。大体はサムスンとかだから、どこかで交換されたのかもね。せっかくだから CPU のグリスも塗り直しておきましょうか。Core i3 なんだから塗り直す意味あるか？なんとなくだよなんとなく。撮影しながらだと難しかったのでカット。なんやねん。それじゃあいよいよ SSD の交換です。とりあえず開封して。中身は本体と意外としっかり書いてる説明書のみ。ネジ穴にうまくはめて、ケーブルを刺せば OK。結構簡単だな。あとは慎重にカバーを元に戻せば、完成です。それじゃあ今から Windows を入れていきます。普通に公式のインストールメディアでクリーンインストールしてもいいのですが、今回はレノボのリカバリーディスクを使ってみます。そんなのがあるのか？大体は PC 上で作るものだった気がするぜ。レノボはネット上からリカバリーディスクの作成ツールがダウンロードできるんですよね。それは便利だな。インストール中の画面に需要はないと思うので、OS のセットアップ画面になるまでカット。こんにちは。コルタナと申します。この声も久々に聞きましたね。お、ついに Windows 導入が完了しましたね。メーカーの壁紙が入ってるのは、リカバリーディスクならではで良いな。確かに。ここからは地獄の更新作業をして、最終的には Windows 11にしたいと思います。この PC って Windows 11対応なのか？ CPU 以外は要件満たしてるんですよね。CPU がアウトならダメじゃねえか。突破できる裏技があるみたいなので大丈夫です。というわけでインストールおすすめ。ついに完了しました。
り時間がかかりましたが、無事にインストールできてよかったです。よかったな。それでは、この PC がどれくらいの性能なのか確かめてみましょうかね。ベンチマーク系を走らせてもよかったのですが、ベンチマークの結果はインターネットにたくさんあるので今回は割愛。代わりにマインクラフトで検証します。どれくらい動くのかの指標としてはわかりやすいからな。まずは Java 版から、バージョンは現在の最新版、設定はこんな感じです。とりあえず FPS 無制限でどれくらい出るかですね。まあまあいけてる。ほんとだ。だいたい50から 60fps 前後といったところでしょうか。もちろん最近の機種に比べたら見劣りしてしまいますが、なかなか検討しているかと。統合版の方は、起動時間を測ってみたいと思います。はい、結果は28秒と、なかなか早いです。ワールドが一つもないから早いというのもあるんじゃ？そうですね。仮にワールドがあったとしても、スイッチよりかは圧倒的に早いと思います。その他気になることといえば、エスケープキーが反応しないことですかね。それってかなり致命傷じゃね？そう思ったんですが、レノボのアプリに F12 に好きなキーを割り当てられる機能があったので、特に問題なく使えてます。なるほどな。あと、画面の解像度は残念ながらフル HD ではなく、1366×766 なのですが、画面サイズが 12.5 インチと小型なので、ほとんど気になりませんでした。ほう。それよりも、液晶の種類が TN パネルなのが残念でしたね。やっぱり IPS とかとは違うのか？これは明らかに違います。少し上から見ただけでもかなり色が変わってしまうんですよね。それは見にくいな。ビジネス用途で、ワードやエクセルを使う程度なら全く問題ないです。TN パネルは安くて費用が抑えられるというのもメリットですしね。そこは使用者の用途に合わせて選ぶんだな。あと驚いたのはバッテリーの残量です。バッテリーレポートのスクリーンショットなのですが、どちらのバッテリーも 80% ほどと、かなり良好ですよね。これは良かったな。最初に起動しなかったのは、ただバッテリーが放電しきっていただけみたいですね。ここにデカデカとシール跡があるので、おそらくこの子は企業のリース落ちでしょうね。ほとんど損傷もなかったし、丁寧に使われていたんだな。I の部分が電源インジケーターになってるのよき。それでは最後に、かかった費用を計算して終わりましょうかね。かなりかかってそうだけどな。まず、本体は2069円。電源アダプターが1000円。SSD が1875円。合計で4944円、5000円切ってる。はい、ここまでしっかり動く PC が5000円以内で手に入るのならば、すごく良くないですか？電源アダプターについては探せばもっと安いのがありそうだしな。そして、このお金実は、壊れた PC から取り外したパーツをフリマで売って、その売上金から出してます。なんだと。はい、こちらがその画像になります。商品名と画像に関してはモザイクをかけさせていただきますが、売上合計は6940円と、実はまだ1900円ほど使えます。その、壊れた PC って、どこが壊れたんだ？非常にお恥ずかしいのですが、BIOS アップデート中に誤って電源を落としてしまい、マザーボードがあの世に行ってしまいました。だせーなおい。でも、マザーボード以外は動くので、各パーツ正常動作品として売れたのが良かったです。まあ確かにそうか。今度、余った予算でメモリ増量しますかね。それがいいかもな。というわけで、今回の企画はいかがでしたでしょうか？このチャンネル、ほとんどの動画で PC のソフトウェア的な面を紹介してきたが、ハードウェアの部分をテーマにした企画は久々だったな。そうだね。この動画を見て、少しでも PC に興味を持ってもらえたら嬉しいです。気に入ってくれたらチャンネル登録と高評価もよろしくな。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。ところで一つ質問なんだけどいい？どうしたの？特に必要もないのに、なんで買ったんだ？それは、私は PC をいじってるだけで楽しく思う人間なので PC はいくらあってもいいですよ。止めてくれー。